ドラお嬢様の動画は適当を主体とし、自分がやりたいように動画を制作しています。グダグダ動画が苦手な方はブラウザーバックを推奨します。アレシコメントについてはユーザーブロックしますので、マナーを守ってご視聴ください。チャンネル登録をしていない方がまだいらしたら、チャンネル登録をお願いします。説明文の URL から関連のウェブサイトに移動しますので、そちらもよろしくお願いします。装備、ダイヤ装備、イエーイ。ダイヤ装備ここまでなるのに木がこんだけ集まりました、イエーイ。向こうもっと励ました、イエーイ。このスタジオも使わねえや。今日は何をするかっていうと、一回染めの、モアもできてるんですよね。だから、今度は殺すポイントの、殺すポイントを、フェンスで、置いていかないといけないっていうことなんですよ。だから今から死ぬほどフェンスを、その前にどれぐらいいるのか確認していきましょうね。作りすぎっていうのもね、やっぱ。うえ、ざまざま、スパイダージョッキー。適当に作って、端っこの石はやんね、端っこの石をけちったおかげでなんかなんかビルっぽくなった。ビル救急キットを使っておけよみたいな。毎回ゲーム切るたびにこの設定がリセットされる。なんなんだこれは。容量の関係で、なんだっけ、画面サイズをちっちゃくしてます。縮小して収録してます。収録自体は、ウィンドウいっぱいでやってるんですが、このタイプですね。よく見かける。えっ、おお、またねー。なんで水が。水が引かん。あれ、一個流された。あれを起動するんですよ。システムツール、
こにあるんだこれ。エンターテイメント便利ツール、よし来た。よし、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2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 3
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11だね。11だね。おお、253かける2、506割る64は間違えた。500、506割る60、あう、64は8スタック 7.9.0625 だから8スタックだね。8スタックフェンスを用意せねば。昨日必死こいてね、原木集めたんですよね。新品の斧だったんですけど、もうこんなに錆びれちゃって危ない。おお、そうそう、ここはしごっていうの忘れていた。8スタックか。フェンスはコストがかかるんですよね。看板もすごいコストかかるし、でも殺すポイントを作っとかないとモンスターがハマってハマってゲームが落ちちゃうということがね、あるので。なぜ今回画面サイズをちっちゃくしたか、縮小しているかっつうと、ちょっとデッドエアーとデストールでね、ちょっと手こずってしまって、意外に録画時間が長かったっていう。まあ、HD 画質なんて、まあ別に見やすい画質だと思いますよ。水分補給します。いって。アウチ！アウチ！アウチ！やっぱ蓋がついてるっていいね。昨日猫がさ、瓶を倒して、うわ、喉鳴りがして今。キーボードの上に ニスがべっちょりね。だから、ニスっていうのは例えば粘土細工とか、粘土細工って言ったか分かりやすいかな、なんかツヤを出すような薬っていうか薬品です。とシンナーが入った瓶を倒しとった。キーボードをそれで掃除してたんですけど、キーボードじゃなくてあのあの店で売ってるシンナーね、それでまあいろいろやってたんですけど、スリスリでね、こぼされちゃった。8スタックだろ。2。うわ。ビャッと。俺シフトがなくてもこんだけ。意外に足りるかも。ピュッと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 ジレットフュージョン。
韓国ドラマの吹き替え、日本語吹き替えはなんかめっちゃ違和感があると思うのは俺だけではないはず。お、もういいんじゃないこれ。よかった。さすがダイヤの斧だね。こんだけ聞き取っても耐久力まだ残ってるから、すごいよ。すっごいよ。いや作っちゃう。まだ残ってる原木。イエーイ。どうせ看板で、みんな看板になくなっていくんだ。でも相当使ったな。あ、なんだかんだ言ってあのダイヤ20個ぐらいあります今。掘り方変えたんですよ。掘り方じゃなくて反対側を掘っていったんですね。ちょっと見せた方が早い。ここも若干通りやすくなってますよ。ほーん。どっかに暗いところがあるんだな。いいね。ほら。ダイヤ装備に変えたらめっちゃ効率が上がったべ。この石収集に。石ねえけどね。あった。向こうもう全部積んだんだっけな石。ほら20。鉄がほらすごい。レッドストーンなんてもうこんなに。これインテリア。いいね。やっぱ分かったことはこの溶岩の付近にやダイヤっていうのはやっぱありますね。取ってみてて気づいて再確認した。サボテンって美味しいらしいよ。食べたことないけどね。これここが今ファイルサイズってことですか。12分で8ギガ約9ギガか。あ、安い安い。ちなみに YouTube では 30fps ではないと縁故殺しの対象がひどくなってしまうので、調子こって120とか500でやってるとね。おい、容量食いまくるだけで。逆に編集中気持ち悪くなるとかね、ぬるぬるなりすぎてとかね。よし、クリーパーだ。水流が2段のところに落ちてしまうとやっぱ生き残っちゃうから、これ1点何ブロック分の高さがあるはずだから、ないな。下手したらここにモンスターが詰まってる。お、なかった。あれスケルトンどうしたんすけど。気のせいか。登れ。
気のせいか。置いていきまーす。ちゃんとね、一段開けてます、これ。ほい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 。なんだ。これフェンスの上にフェンス置けないっていうのが、すごい置きやすい。おい、必殺二段置き。何を必殺するんでしょうね。ふい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 。おい、ほい。あ、この水の流れる音って個人的にすごい嫌いです。でここ削る。まあもしものことを考えて、ここはね、壁作ってますね。モンスターがこっちに流れたら嫌ですからね。まあここに溶岩網を貯めるっていうのもありなんですけど、ちょうど落ちてくるポイントなんですよね、ここね。殴れたアイテムは一箇所に集まりますね。あ、なんだ、まず水を止めねばならん。止まれ水よ、止まれ。ほっ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 、あお、置けた。水源の上に置けたぜ。ほっ、ほい、あっ、ケツだから早い。ほい、え、ほっ、はい、あ、流されてる。うわお、この、こやつ。ははは、こやつね。ほい、ほい。あ、こっちが。ざまみろ。水流れるから、流れてるから、この蜘蛛の糸とか、待てよ、あ、このブロックに乗る判定だから、今はこうアイテムがある状態で置いたから、普通はこうやって上に乗るんですよね。うう、びっくり、今焦ったぜ。おお、ほほ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 、意外にシンプルでしょ。
ペプリッと。うん、水を。ほっ、水を汲んでね。あ、石はこっちに全部持ってきてた。よいしょ、はい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 と。水を牛。ふいふい。これをどうやって登ろうか。一回止めよう。ミスター、これ奥からしないとちょっと後から辛いぜ。こっちの方が回収。いやいやいや、ほいほい。これで死ぬ死ぬ。はあ、死ぬ。いや、これここはダメージあるんだ。うおーうおー。じゃあ。うおー。し、み、左一二。くそー。一箇所にまとめるっていうのがね、意外に難しいんですよねこれ。何も考えないから。しかも。ちょっと止めよう。水源と同じようにここちょっと2ブロックになっちゃうんですよね。だいたい2ブロックぐらいの高さになっちゃうから、こうなっちゃうんだ。だからどうしようかな。溶岩か。こっち3つダメにするより、こっちを溶岩貯めてした方が、ああいいかもね。うお、考えずにやった結果がね、すごいなんかややこしいことになってきたぞ。まず看板だ。みんなのアイドル、看板を使う時が来た。なんだ、看板使って、うん、溶岩貯める場所を。
ほい。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 じゃなくて。今思考えていることは、収集集だからここだね。はい、はい。で、ここに石を置くでしょ。ここに溶岩で、ここに看板で、溶岩こっちでせき止めて、シュ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 流れる。で、この上に落ちてくるやつは、さらにこうやってここに水流して、水源ここに置いて、こっちに水流できるでしょ。流れて落ちて、ここでシュッ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 ってな感じ。まあ、先に殺すポイントを作ってから立てた方がトラップタワーっていうのは簡単ですよっていうね。もしくは殺すポイントをですね、こっちに変えて、溶岩でね、直接ここで焼いてしまえば、そっちの方が効率いいな。そっちの方がコスト的にも安いな。何が言いたいかっていうと、落ちてこないよな。落ちてくるでしょ。まあ一応水流してて落ちてくる。まあここで死んだやつはまあそのままアイテムとしてこっちに流れていく。で、生き残った水源にぼちゃっと落ちて、2ブロック以上の水に 1.5 ブロックかな、さっき見た感じではぐらいのここに落ちたやつはまあ生き残って、ジャブ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 ってなって、こっちにジャブ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 、いてー。まあここでね、なんだ、ここでね、溶岩使ってシューってやつを、ここから先がね、ここどうなってるかというと、ここ直接回収ポイントなんですよね。うん、この辺で殺す。あー、こっちの方がなんかコスト的に安いな。そうしよう。そうしよう、そうしよう。だから、どうしよう。ここ斜めに下ろしてきた場合、溶岩が置く場所がちょっと限られてくるから、ここギリギリのところまで。俺、モンスター焼ける音とか好きなんですよね。ここに置い、おっと。に置いて、置いて、あっ、ん、ダメだね。ここに置くでしょ。ここに溶岩置く。下に水、こう、こう、
じゃなくて、水に入ったやつはキャラクターで言うと全部スペースキーを押しっぱなしの状態でこういう風になるから、ここに溶岩を置いてこういう風にすればシュッ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 っていう感じ。うんだね。ここに1個水源がいるな。1、2、3、4、5、6、7、8、おちょうどじゃん。水水置くでしょ。ウェイ溶岩組んでいきましょうかね。看板は派生するポイントで使わないといけないから大量にいるんですね。やっぱね、全てにおいて看板っていうのはやっぱ大事で、水をせき止めたりなんか名前変えたり看板にしたり、例えば隠し扉作る時に必要だったりとか。うん、お酒は二十歳になってからっていうね CM がありますけど、何かって言われてもういっちょー、そろそろ死ぬな。デスベ掘っておこうかな、そろそろ。でも肉余ってるから肉食べないと腐ってる、絶対あれ腐ってる。今日はもう飲んじゃってるからもう外に行けないからな。この辺にね溶岩はたくさんありますから、うん、真ん中から。いいでしょこれ、普通に掘るよりめっちゃはかどるからこれ。うん、次ここかな、次ここにトーチかなとか考えながら掘ってるから、意外に早く時間が過ぎていったね。いつの間にかラージチェスト2個制圧してたりとかで、まあすぐあそこに使ってラージ2個分なくなったんですけど、これカメラに見えない。うんうん、いいね。モンスター3ブロック判定か、3メーター。あ、火がそもそもそんなに高さ的なあれがないのか。インテリアとして植えてた木を取りました。でそこにね木を植えてます。ちょっとした時に木がなくなったとか、そういう時にここに来て取ると結構奥の方まで終わってます。肉を取るんだったな、忘れてた。この水源気に食わん。ウェイオーウェイ、ちょっと水持っとくか。今死んだ。あ、でもなんかその辺に詰まって死んだ感じ。うえい、この木邪魔だな、すげえ邪魔だ。ここでね、うん、早く死なねえかなとかね思いながら見てるんですけど、けどっていう。
やっぱ朝は発生しないんだな。岩照さんが時々ここで階段のところで引っかかってそのまま死ぬやつがいる。まあそれはまあカバーできてるからね。ちょうどここの高さのところで引っかかるんですね。まあこれ仕方あるめ。座って。え？あ、そうそうそう。ほら、農場を見に行ったせいで目的を忘れてしまってたぞ。今は35分程度。24、いや5ギガ。おお、安い安い。もうこんだけ取ったらもう100ギガいってるけどね、普通は。溶岩だな。フェンスがすげえもったいないことになったけど、まあいいでしょう。よかねえよ、とけね。戦しとかないと。よいしょ。あ、ちゃんと置いた今。あ、燃えた。こうやって。よっしゃ。真ん中にね。水を流すわけですよ。フェンスマジいらなんだ。フェンスで1ブロック上に上がっちゃったから、1階層目の敵はつまり溶岩で死ぬってことか。おっとっとっと、おい、もし水流れてきた場合、ここ2ブロック空いてるから溶岩には当たらないんですよね。あ、ここオフサイドバンド。落ちてきて、ザバーッと。結局これはいらん。はい、プリ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 ッと、プリプリッ。まあ後で回収しよう。いいね。ほい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 。痛い。足音が反響する。これはなんだ。あと看板が、あと、あ、違う、あのバケツがもっと欲しい今日この頃。でも鉄はそんな使えないからな。こいつ、ほいっと、
ほいほいほいっと。最近他の YouTuber の人から一緒にコラボしませんか的なよく聞かれる問い答えられるんですけど、私基本昼寝てるんです。じゃあ昼じゃなくて夜は基本撮れないんです。撮る基本動画撮ってるのは休みの金曜土曜日曜のいずれかで、金曜はまあ今昼、まあ、朝7時ぐらいが、まあ、撮れるっちゃ撮れるんですけど、7時とかまあ撮っちゃったり、まあ土曜はね、まあ気分で撮ったりとなかったり、もしかしたらドラちゃんズライブをやったりとかね、やってるんですけど。日曜日はね、基本休みっていうなんか、休みなんですよね。次の日、仕事があるっていうから、ね、そんな日曜日はそんなに二日酔い程度で、これはモンスターと仮定して落ちるでしょ。でこっちに水流あるからポトポトポトで、モンスターはここで10ってね。で看板がすげえかさばってるな。預けてこよう。試しに俺が流されて死んでみようか。今心配になった今。多分溶岩にちょっとほんのわずかだと思うんですけど、燃えちゃうと思うんですよね、アイテム。落としたアイテムって。そのまま、足元に散らばればいいんですけど、そのまま、頭付近からアイテムが飛び出してくるモンスターとかたまにいるんで。俺の計算が正しければこれは水源1個でいい。ちょっと取る。プリプリッと。でこれモンスターこ常にジャブ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 。火がついて水に入った状態でも10っていうので、ちょっと分かりにくいんです。分かりにくいんですよね。アイテムも燃えたのと同じ週10なんで。まあ基本あれがまあ生き残ったやつらの処分。もし死ななかったらピースフルで存在自体を抹消してやればね。さ
果たして大事なバケツは残っているのか否か。そう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 。1.8 が来るらしいね。らしいっていうか、まだ詳しい日付っていうのは分かんないんですけど、 1.7.3 が来るぞーっていうウィキに載ってたんだけど、その下の項目にない、その下の項目に1.8 があった。おい、これ燃えちゃうのか。そうかそうか。あっ、だからどうしたらいいかっていうと、溶岩源の場所を変えるか。死ぬのは嫌。やべ、落ちてきたんじゃない今。カランって今死んだ音が聞こえただけ。と F3 死んだのか、もしくはそのまま、お、早速もう、あ、登れない。落ちまちょっか。溶岩源の場所をちょっとずらして、溶岩は確か4マスかな、4マスしか流れないから、から1、2、3、4、ここに溶岩源を置くとまあいいんじゃないかな多分。わかんないですけどね。その水源うざいな。あ、違う違う違う。こうして、こうして、あれ、これはしごがいいんだっけ。ここが良かったんだっけ。よく覚えてないでござる。おお来たんじゃない今の。アイテムが下に落ちた感じあったよ今。ぼちゃんって言った、ぼちゃん言ったから。あとトイレ行きたい。枝豆食べたい。うちに枝豆っていうものはない。枝豆とか酒とかにあのプリン体っていうのが含まれておりまして、プリン体っていうのは痛風の原因となってます。うん、だからあの痛風っていうのはあの例えば冷たい風とか当たると痛いとかね、風に当たるとなんか冷たくなくても痛いとか、例えばね、車のエアコンの風が直接腕とかに当たると痛いとかね、肌が痛いとか。だからアルコール中毒者
は痛風持ちが多いとか風邪じゃなくて普通に酒飲むアルコール中毒者じゃなくても枝豆とかそういうプリン体が含まれる食品とか食したりとか酒が強くてもプリン体がね取りすぎてすごいすごい何がすごいんだ取りすぎてすごい取りすぎてこれは一体どういうことなの？アイテム落ちた音はしたよね。不思議だ。すごい不思議だ。一緒じゃなくてテクニックここを参照 しなかったから柵落下トラップに次ぐ高火力トラップダメージ調整能力は皆無なので経験値トラップはまず向かない。作り方を間違えるとアイテム喪失する可能性もあるがバージョン 1.2 で上だけハウンブロックにより消失を回避できる。これか今このないよな。これは違うな。今の変えよう変えよう動物と同じ水没に変えようなんかそれが俺に合ってる。溶岩がないのか。あ、じゃあ鉄がないのか。バケツが。ちょっとトイレ行きたい。あ、待てよ。いやいや、やめとこう。水没トラップにしよう。水没。最終的なね。こんな近場にクラフティングテーブルが2つも。ほら。5ブロックしかない。いやいや鉄どこ？あった。4つぐらい作るか。
溶岩は貴重なんで取っときますよ。危ないね今の。ちょっとマジでトイレ行きたい。一瞬バイバイ。待たせたな。起きた。何してたっけ。水没にするんだったな。思い出した。水だね。なら水。ちょっと猫が邪魔して、はいはい、降りてね。バケツは持ってるな。何をやるかっていうと、ここに水源を置いていきます。4つかな。豚たちと同じだね。また来た。水源は、無限水源は上にある。これで確実性を増すね。ほいほいほいと。あぶね、おい、癖でね、つい。目よ、目目目。目。目。右手にスリスリされたらマウスポインターがずれる。ほい。ほい。さっと。ちなみにこの看板、下が看板ですと、これ無限制限にはならないので気をつけてくださいね。全部待ったかな。 OK。 OK だに。 OK ですね。これ殺すポイントはこれで完成と。で、これで確実性を増すことであろう。で、まず剣。ピッケルがいっちゃってるのが、ピッケルが。トーチは無事か。こうピッケルだけいっちゃったか。仕方あるめ。ピッケルを作るか。半分以上使ってたし、別に新しいの作りたかったし、別にいいし、新しいの作れて。新しいの作りたかったし、だば。月が綺麗だな。新しいの作りたかったし、ウェーイ、作りたかった、ベイベイ。
え？ウェイ。サボテンウォール。ザマあ、こっちに木はないのか。こう行ったり来たりすれば、スライムボールなんていつの間にか1スタック余裕ですよ。おえい、待て、ここで死ぬわけにはいかん。そうだ、今夜やったな。では寝るか。さあ、今日から水をまこう。また水をまく。フェンスの上にな。まあ、フェンス。お？あ、水流はあんじゃん。やべえ、おっ、いいや、いったちょっと戻ろうか。ご飯を食べて、よくこの辺クリーパーが落ちてくるからね。断崖絶壁にしてんだけど、それでも落ちてくるんだよな。いまだにスケルトンのスポーンブロックはない。ないね。動画外で見つけたのがクモのスポーンブロック。目、目よ目。発情期入ったか。また目、目、目よ、ね。なんで羽が？ニワトリさん入ったな。あ、ゾンビか。おい、今机めっちゃ揺れたぜ。ちょっと溶岩いらんな。正直その辺に捨てとこう。トゥー、ういっと。さあ、バケツが4個になったからね、効率上がっちゃうんじゃない。こっちだ。これゾンビが死んでたってことは、落ちてきてそこでまだ生きててってことですよね。ちょっとあれ、はしごどこやったっけ。俺持ってこよう。
はしごがないんじゃ話にならん、と昔の偉い人が言っていた。はしご、はしご作るか。ほいほいっと、あれ作ってなかったのか。ほいほい、はいよー、ふう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 と、よっ、ほっ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 、あと3、こっちは3、あと3、うい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 っと、豚がいるね。はっ。ジボジボ。ジボジボ。うわい。こっちもいらないんじゃない？水でするから。にゃーおー、おい、出たい、出たがってる。さ、水をね、ポン。よいしょ、ウィーンガチャ、ウィーンガチャ、ウィーンガ商談、ウィーンガ商談、ウィーンガ商談、何やつ、よし、ほっ、ほい、この水の流れる音がすごい、うん、すごい嫌いでござる。たたたとたと。ほほ。ほいや。痛い。
この足音はなんだ。ほい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 。もうすぐでね、殺すポイントは完成だ。いえ、早かった。スクープインタイミングが早すぎると今みたいになっちゃう。ほっ、1234と1234、あと2回。危ない。あと1回、ラストラスト。ほい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 と、はほほほほい。で、水、ほほほほ。これでね、あとはここにガラスを置いて、この貝はもう用済みです。じゃねえな、まだまだまだ。ここを塞いでおかないとこっちに出てきてしまうからね。ガラスガラスガラス。ガラスあったかな。ない。今から2段目まで作ってるから3段目を今から作ります。いるものは石だね、絶対にこれ必要で。ちょっと朝にする。朝にしてもうこれでも買ってぐらいに一緒。持っていきますよ。こんなもんか。行くか。でね、土がいる。足場の。豚が。濡れてやがる。はいはいはい、ここ危ないな。これでガンパウダーとかたくさん手に入る予定ですよ。やっぱね、建物建てるっていうとこういう山とかね、崩さなきゃいけない時ってどうしてもスコップピッケルだとやっぱものすごい時間かかるし、耐久減るし、だから TNT っていうのがやっぱ必要なんですよね。ぽいぽい、はっ、あっとっとっと、ポン。びっくりして叫んでしまった。
落ちるタイミングなんか違うと思うな今の。なんであそこ負けてたんだ俺。そうなんかかっこよく見せたいからあそこをね一ブロック食い込ませたんですよね。食い込ませたのがちょっと失敗だった。実際作ってたの昨日だからね、昨日ぶりなことは絶対覚えてないから俺。もう一晩明けもう、ね、寝てるから俺一回寝ると。ほっ、明日は休み、今日も休み、わーいわーい。あれこれ、これ葉っぱがないところ、透明なところ青色てか水色になる、水色。まあいいや、回収しに行かねば。あそこで死んだってなると結構海に飛び散ったんじゃないの今。あんなね、あちょっと角張らせたせいか。なんか面白い顔みたいな感じな。ああ。プリッと。あとは上かな。お、トーチトーチ。あ、そっか、湧き潰しっていうのは俺はしてないよな。チェストの間付近しかねやってないんですよ。だからほいほいほい、装備あるみたいだね。よし、やばダイヤは早いね。危ないわね、今ぶっ放しそうになったわ。これのまあ大体1段ずつ作っていくのがまあベストですね。先に石を置いてしまってさ、後に看板を置いていくっていう作業をしてしまうとすごいやりにくいです。よっしゃ再開だ。もう落ちるな、落ちんなよ、落ちんなよ。そうここでくぼみを入れてるからね、くぼみが。へい、ほい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 、ほい、
真ん中どうしよう、あ置いちゃった。どうすっぺかな。で、1階層分は3ブロックです。2ブロックだとモンスターがブロックに詰まってしまうっていうことがたまにあるらしいから、まあ実際詰まりはしないんですけど、スポーンした瞬間になんか1がずれていて、踏んでるブロックと上のブロックが2マスだったらダメだぜ的な、ね、危ない危ない危ない、よくも平気でよそ見運転できるもんだ。もうちょっと時計今何時かっていう判断が遅れたら俺は確実に今落ちていたぜ。あ、これ間違えてる。まあいいや、もういい、置いたからいいや。今行ったそばから間違えてるぞ。これ2段だ、思いっきり高さ2段。あー128なんだ高さ上限ってやつ。もしかしたらそんなできないのかも。だからあの地下掘って、まあ、上限までも作ったとして、地下深くにあの殺すポイント作ればめっちゃ効率いいと思うんですけど、離れすぎたら発生するっけ、しないよね確か。まあ一番手っ取り早いのは動物どもを殺してるああいう感じのを逆赤トーチを焚かないバージョンで作ってしまえば、まあそれでまあ出来上がるんですけどね。トラップタワーはさ、ロマンじゃない、多分ロマンなんですよ。あとレッドストーンが集まってきたから自動駅を作りたいね。でもつなげる場所がないから困った。広さの関係上ここは埋める。時の土なんですね。早く雲を引けよ。とっと。あと俺みたいにシフト押す癖がない人は。よく地味視しちゃいますよね。ポイポイっと。あー、これまで置きたい。ほい。黙ってやるのじゃね、こういうのは。失敗しちゃうから。ずれちゃうから。ずれたら修正効くけど。修正してる時間がもったいない。ほい。ほい。
はいはい。デビルマンっていうあのコミック知ってますかね。どこが出版社だっけ。そこを、あ、昔のコミックなんで、もちろんまあエロ要素とか結構あるんですよね。エロ要素つうか、あの、まあ普通に乳首出てたりとかね。今そんなことしたらうるさいからね、いろんなところが。看板はい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 。早速効果出てんじゃん。ちょっと見れないのが。見える？斜めってる。来た来た来た。水流の向きの都合上、これこんな感じになっちゃう。ジャンプした感じになっちゃう。俺気づいた、とんでもないことに気づいた今。俺水水源置いてない。なんか骨来ねえなと思ったらそこに骨あったぞ今。危ねえ危ねえ、大事なもの作ってなかった。危ねえ危ねえ、やべ急げ。あれこれ水あるぜ。ここで引き止められ、あ、ここ置いちゃいダメじゃん。はい、はいっと。はい。ってことね。まあ、スケルトンのブロックなくても、ここでまあ、回収できるでしょう。これで狙撃されて落ちてアイテム全部ロストしたら受ける。超受けるんですけど。いざ。あれ。いざ。下に。これ急いでね、つけてね。ベッド持ってこなきゃ。ほい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 。ほい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 。はい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 はーい、はい、はい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 、たい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 、はいはい、ノーノーバッドバッド、プランクスまでやっちゃった全部。
あとは看板だけだな。めっちゃ湧いてる。切り取ってきます。あ、そうだ、あのあれだ、あの離れすぎるとモンスター自体動き止まるっていうこと、なんかすごい前もらった気がする、コメント。気がするっていうか、もらった。つける。はい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 。もう全部使う勢いでね作りますけど、まあ実際使い切るかもしんないけど、やっちゃいますよ。ぶっ通してやりますよ。お、クリーパーだ。もうすぐ夜が、夜明ける。夜明けだ。日本の夜明けぜよ。ここは日本というパラレルワールド134。ちょっと預けて、こんなに使わん。さあ上に行きましょうね。ジャンプ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 ジャン。ちょっと原木をこっちに持っていく。ほいほいほい、はい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 。落下式にしなければもっと効率良かったはず。あ、どうしよう。おお、ほいほい。矢吹城は死んだっていう人 いる多いんですけど、死んではないらしいですよ。作者の人が言ってたから間違いないですよ。はい。チンスコーではあの沖縄の和菓子、洋菓子、なんかスイートポテト的なのがあるんですけど、あれめっちゃ好き。好き。
ほい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 はい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 ほほほいバーッふんふん右向け右じゃなくて回れ右だった。こういう作業っていうのはなんか人によってやることは違うんですよね。私はこういう作業をしてるとなんか目がトローンってなってきて、気づいたら意識がなかったなくなった現象ありますよ。そのまま夢の世界へ旅に出たりとかね。で気がついたら深夜だったりとか。あ、深夜だ。顔洗って寝ようとかね。顔洗って目が覚めるのは朝だけ。よいしょ。よいしょっと。はい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 徳田ねえの徳なんだっけあの人は小倉さんか。カツラっていうのはあれ嘘でしょ。あれ合成じゃない？合成なのかな。俺合成な気がするんですよね。本当なのか合成なのかはまあ当時見てなかったか分かんないですけどね。真実は本人しか知らないんですよね。看板っていうのはやっぱり木材足らなくなっちゃうんだよな。これが森林伐採万歳とかね言うのはゲームの中だけにしときたいね。バーッバ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 ッ気がついたら知らない天井だったりとかね。起きたら病院だったとかね。ここ病院だったとかね。そういう経験がしたい。一回してみたい。どんな感じなんだろうね。意識を失うプロの人がいたら聞いてみたいもんだよ。なんか昼寝から目が覚める感じ？気づいたらもう夕方だったとかね。No
うい、わあ、一個分作るのに気が遠くなる。すごい遠くなるぞこれ。ほい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 はい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 。手袋を鼻の穴に突っ込んで、ブルードーザーのようにブルってみてください。今この動画見てる人、ぜひやってみてください。やってみてください。今すぐやりました。そして手持ちの携帯で写真を撮ってツイッターとかにアップしてみたらどうですか。すぐ人気者ですから。いかん、酒入ってるとなんか喋ってることが意味わからん。鼻に突っ込んでそのままひよこを食べるとかね。ひよこって美味しいらしいね。唐揚げ的な、ちゃんと料理すればなんか唐揚げっぽい味だって。 No。 わおだから、ウォッカに炭酸入れたらちょっと失敗だったの。普通のソーダ入れればよかったんですけど、三ツ矢サイダーを入れてしまったせいでなんか甘かったり、なんか微糖のコーヒー飲んでるみたい。甘いのかなんか甘くないのか、なんか甘いのか苦いのかはっきりしない的な。この海藻を作ったら俺もう、なんだ今なんかバグってるぜ。影の世界が見える。影の領域なのか、これが。ミドナがいる。ミドナをバカにしたやつマジジルさん。なんか、ババア扱いされてるんですって？ほっ。ええ。ビエッ。ウエット。あ、暗くなる。看板を作って早くベッドにヘッドスライディングせねば。はいはいはい。ああ、またなんか
多かった。あ、多くなかった。大蔵大臣、はあ、大蔵大臣って知らねえ。知ってる知らない、いや全国テレビだと思う。ほい、はっ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 。昨日うち魚だったんですね、晩ご飯。もう食べきれないから残飯整理は魚の、魚とかね、猫が好きそうな料理は料理でも食べきれないっていうのは全部猫が残飯してくれる。まあ食べていいよっていう前に勝手に乗ってきて食べてるんですけどね。俺一緒に食べてます。猫は頭の方からかじって、俺はなんか腹的な、尻尾の方から俺は食べる的なね。一緒に食べてます。いいだろう、なかなかできないよ一緒に食べるっていうのはね。皮とかは俺食べないから猫が綺麗に食べてくれる。あと猫が嫌いな、うちの猫が嫌いなものは缶詰のキャットフード、なんかびちゃびちゃしたタイプのが嫌い。ドライフードかな、ドライなフードはちゃんとファーク食べてくれます。好き嫌いっていうのがはっきりしてるからね。あとまた旅を、ふりかけてあげるとすごい喜びます。でんぐり返しします、なぜか。こやつめ、ほい、ファックファックファックっていうのはクソとかクソったれとか本来の意味とは違った感じで使います。アナルファックとかとはまた別のファック、なんかクソったりとか、まあムカついた時に使うような言葉です。クソったりとかね、わクソっていうのをファックってね。もうほっ、あぶっ、危なかった今。おっと、エアコンがなんでついてるんだ。いつも勝手について勝手に電気を消耗していく。夜中それで俺は凍えてるんだ、勝手についてるから。多分猫が踏んでるんでしょうね、スイッチポチッとな的な、そういうノリで。ブエーッ、ういういえいえいえ、はい、危ない、はいは
ゆっ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 と。ぬっ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 。ぬっ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 。ぬっ。納豆嫌い。危ない危ない危ない。なんかなんか虫の脳みそみたいな形してるのがすごい嫌い。プルってね。プル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 っと。さあ、そろそろ疲れてきたぞ。疲れがピークに溜まってきたぞ。ほい、動画時間すごい、すっごいことなっとる。わお、1時間のつもりがすごいオーバーしてる。まあいいや。終わったかな。終わったかな。ほい。わー、うおー。さて、アイテム拾って終わりましょう。ぴょんぴょんぴょんと。まあ、取ってないときにあれは完成させときまーす。ほい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 。今、まあ大体今日は、その作り方を伝授したみたいなね。でも容量はね、まだ70ギガ程度だから、すごい余裕あるんですよね。動画時間かける5倍が私のエンコード時間です。2時間だから2、5、10、あ、10時間。あ、5倍じゃなくて 4.5 倍。あ、でも大体10時間ぐらい行くのか。あ、いや9時間か。あ、でも10時間か。多分容量が8ギガぐらいかな。1時間で4時間4ギガぐらいいってたから、まあいいでしょう。空中都市作りたいな。なんか水流エレベーターで上がっていって、なんか作りたいな。ピッと。うんこ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 。じゃあ、まあこの辺で終わるか。あ、もう影の世界は見えないな。影の領域は
では見てくれとった見てくれた方はダダブルルル見てくれた方はあっざーした。また機会があればお会いしましょう。ハーフブロックでちょっと整えようかな。看板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 。こうダイヤモンド装備に変えたからアイテム欄っていうのがやっぱ開きますよね。この辺が 3×12 ブロック開くから。すごいいいです。なんか帽子みたいになったな。さて終わるか。今日はこの辺で終了だ。どこ行ってる。こっちこっち。実際このスクロールロックは一体何のために使うんだろう。実際俺ウェブインターネットページ行った時にすっげえなんか下まである時はこれ結構使ってる。おえー、一番痛いはいけないやつだけど。おい、見てくれた方はザシタスタッフロールじゃなくてスタジオからお送りしました。この動画はドラちゃんと東北ズンコの提供でお送りしました。あとゾンビランブランブ。あわあ危ない。Boy. ピーっていうのが最後入るから気をつけて、気をつけなさいよ。ピーっていうのが入るから。いやースキン変えなきゃな。ちょっと変えるか。とこうスキンをのページ行くでしょ。例えばこういうのを素材使ってなんか自分でポッポッあれポッでして、おっとっとっと色の変更はこれか。ホワイトホワイトこうしたりとかね。こ邪魔だな。例えばこの検索のところに入力すると、例えばこういうのとか、こういうのとか、もっとないな。うい
かあるって入力すると前俺が使ってたスキンの一部がどっかにあるはず。あるはず。裸の女がどっかにいるはず。で、アプリっていうのを押して、ちょっとしばらく待つでしょ。これもうログインした状態にしてるから。ミスった。で、ファイルの中に、どっちに俺保存したっけな。D。待てよ。の、マイクラフトじゃなくて、あれ俺スキン全部消したんだっけ。あ、そうだ、あれだ、俺全部消したんだ。うん、確か。うん、しまったしまった、スキンが変わってしまった。今のでしまった、しまってるな。ちょっとスキンはまだまだ、ナルトって検索して、あった、これじゃない。俺、うわー、これ俺が書いたのもここに投稿したはずなんだけど、これではないね。幼少期のナルトとか、あ、キモい。キュービも美獣化したナルトと、仙人モードの有効版かな、これ。これは即せえな。かし先生、うん、うん、うん、これなんかキャラクター名とか入れたりして出てこないっていうね。例えばこういう風に起きたで、まあいいや。俺が投稿したスキンが見当たらなかったから、まあいいや、終わるか。やばい、非常にまずい。どい、この画面でチェンジできました。これでね、ゲームを再起動するとスキン変わってますよ。俺スキン全部消したん、消えたのかな。バイバイバイ。